イリエ・ドゥミトレスクは、ルーマニアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。ドゥミトレスクは1977年に8歳で、ステアウア・ブカレストの下部組織に入団し、サッカーを学んだ。1986年にトップチームへ昇格を果たし、リーグ戦でデビューを飾った。しかし、 UEFA チャンピオンズカップ1985から86で優勝したレベルの高い選手層の中では出場機会を得ることは難しく、1987年からは経験を積むために FC ウォルトへレンタル移籍をした。翌1988年にステアウアに復帰すると19歳となっていたドミトレスクはレギュラーに定着し、 マリウス・ラカトゥシュやゲオールゲ・ハジラと共に攻撃陣を担い、1989年の UEFA チャンピオンズカップ1988から89準優勝に貢献した。東欧革命の影響により、ラカトゥシュやハジが国外のクラブへ移籍をすると、中心選手としてステアワーを経引し、1993年の UEFA カップ・ウィーナーズカップ準々決勝。 進出に貢献した。クラブや代表での活躍から、西欧のビッグクラブから関心を集めるようになり、1994年にイングランドプレミアリーグのトッテナムホットスパー FC へ移籍した。これは、当時のトッテナムの代表の強い希望によるもので、あったが、思うような結果を残せず、翌1995年にスペインのセビージャ FC へ、レンタル移籍へ出された。 セビージャでは、好調なプレーを見せ、当時の監督は、ドミトレスクとの本契約を望んだが、クラブの会長は高額の移籍金がかかることから、難色を示し、最終的にトッテナムへ復帰することとなった。トッテナムで短期間プレーした後、1996年にウエストハムユナイテッドへ売却されたが、外国人用労働許可証の問題により契約は無効となった。 1996年夏にメキシコのクラブアメリカへ移籍するが、1年後にはライバルクラブのアトランテ FC へ移籍した。メキシコで2年間を過ごした後、1998年にフルスノステアウアブカレストへ復帰、前期シーズン終了後に現役引退を発表した。ルーマニア代表としては、1989年のギリシャ戦で代表デビューを飾った。 翌1990年の FIFA フフワールドカップイタリア大会代表メンバーに選出され2試合に出場した。1994年の FIFA フフワールドカップアメリカ大会ではハジやフロリンラドチョーと共に攻撃の中心選手として活躍。決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦ではラドチョーが累積警告で出場停止という状況の中で本領を発揮。11 58分に、左サイド角度のないところからの絶妙の FK で、先制点を叩き出すと、同点とされた後の18分には、ハジのラストパスから得点を挙げて、勝ち越しに成功した。58分には、自陣からのカウンターアタックから、アルゼンチンゴール前までドリブルで独走し、最後は、自陣右サイドから一気に駆け上がったハジにラストパスを送り、ハジの右足での得点をアシストした。 ドゥミトレスクは2得点1アシストと全得点に絡む活躍を見せアルゼンチンを3-2で破る原動力となったその後1998年のフィファワールドカップフランス大会にも出場するなど国際 A マッチ63試合に出場し22得点を記録した引退後は代理人として活動することを希望しスポーツビジネスワールドという会社を設立したが 成功をすることはできず、サッカー指導者へと転身することになった。2000年からは FC をツェルル・マラツの監督に就任。翌2001年からは FCM バカウの監督を務めるなど、主にルーマニア、キプロス、ギリシャのクラブチームの監督を歴任した。2006年にパッチテスサロニキの監督に就任したが、カテナチオを彷彿させる守備的な戦術を採用したことで、 サポーターの非難を浴び、2006年10月に監督を辞任した。2010年8月、ステアウアブカレストの監督に就任したが、9月20日に成績不振とサポーターとの対立により辞任した。イーリア・デュミトレスク、ゴールズ・イン・インターナショナル・マッチャス、ザレック。 スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.rssf.com s スラッシュミセレニアススラッシュ d u m i t r e s c u i n t l g h t m l ットロマニアサンカラニアージェンティーナ、ハットジカファギゴールロマニアアアージェンティーナ WC1994 ありがとうございます。